を返しやがれ。変わった人中力だなお前。人中力はネクラで人嫌いだと聞いたかな。うん。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われてた人中力もいなかったんだ。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったか。うん。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。俺はネーラ殺してやる。キュービの人中力は生きがいいな。うん。だがな、オイラを捕まえねえ限りただの遠吠えだぜ。うん。戦にてめえだけは絶対許さねえ。間に合わなかったか。どうする、サクラたちのところに戻るか。いやダメだ、連中にナルトを渡すわけにはいかない。こりゃチンタラはしてられないな。デイダラの野郎、面倒かけやがって。退治しただけでわかる、ものすごい実戦経験の里。人を殺してきた数。サクラ、恐れるな、このわしがおる。まずはサソリを引きずり出すぞ。ジオバー様、どういうことなんです。あいつがサソリではないのですか。サクラ、あれはサソリの本体ではない。クグツ人形じゃ。本体はあの中、ヒルコというクグツ人形の中に潜んでおる。クグツが鎧となり、そしてそれが武器にもなるのじゃよ。サソリを倒すには、まずあのヒルコをバラすしかない。が、それだけの破壊力は、わしの手の内にはない。しかしじゃ、サクラ、お前にはある。砂で姫直伝の怪力がな。わかりました。やってみます。そろそろいいか。知ってんだろう。俺は待たされんのが嫌いだってよ。安心しろ。すぐ殺してやる。覚悟しなさい。影分身の術、チャリングン。